久げ沼駅は、神奈川県藤沢市久げ沼松が、丘一丁目にある、江ノ島電鉄の駅である。駅番号は、案例4。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、交換施設を有する駅係員常駐駅である。ただし、早朝に限り駅係員による出海殺業務は行っていない。駅舎は、半地下に設置されており、 IC カード用の簡易改札機も設置されている。鎌倉型の分岐機は境川に架かる橋の江の島型にあるため、橋上には上下線用の曲線軌道がある。当駅は上下線ともホームまでの構内有効長があり、江ノ電の交換駅では唯一の同時進入が許容される警戒信号が現時可能な四灯式場内信号機となっている。それに対応して、 遠方信号機も原則限時が行えるものとなっている。このため、当駅での交換待ちの列車は対向列車のホーム侵入とほぼ同時に発車している。当駅では江ノ島電鉄で唯一の上下移動設備が設置されている。ホームが狭いため駅舎付近に設置することができなかったことからエレベーター専用の改札口が新たに開設された。改札口には 自動改札機と IC カードチャージ機が設置されている。2019年度の1日平均乗降人員は4278人であり、江ノ電全15駅中8位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。周辺は住宅街である。駅前にバス停はない。500メートルほど東の国道467号上にある。 新屋敷が最寄りバス停、全路線への電バスによる運行。ありがとうございます。